チップス87です。まあ、最大値と最小値とゼロクロスを任意の波形についてまとめようというのまとめです。まず任意の波形を選べるように、ファンクション番号1だったらこれ、2だったらこれ、3だったらこれというのを選択できるようにしておきます。で、選択した関数に対して1回微分と2回微分をマスクの中で定義しておきます。そして、この作った関数ですけども、まあ、とりあえず真ん中の辺から最大値最小値として置いて、で、刻み幅1000で、最初から最後までの順番に時間をずらしていって、その時間ごとにゼロクロスがあるかというのを調べて、なかったらなしと。いうのをずっとやっていきます。これは1回微分が同じようにゼロクロスがあるかどうかを調べて、あったら9、なかったらなしとしていると。で、まず全体の最大値を求めて、全体の最小値を求めて、それから上で求めた9から、2回微分が負であったら、最大値の方、そうなかったら最小値の方に、それぞれスタックしていって、まあ、ゼロクロスがない場合はほとんどなんで、そのなんというのをフィルターなんで消してやると、結果として、ここにある、今回作ったこのプログラミングで、最大値の列、最小値の列、ゼロの列、全体の最大値、全体の最小値が、一つの、はい。こういう形で、マトリックスでリターンされると。で、これ分かったので、これから1個目、2個目、3個目取り出してやって、グラフを書くと、前回書いたような、こんなのになりますと。で、これ何がいいかというと、最後にちょっとだけ紹介して、ちょっとでかすぎた。もうちょっとちっちゃいかな。何がいいかというと、ここのところで、スタート位置を、このコンボボックスを使って選べるようにすると。今、マイナス10から始まってるけども、まあ、マイナス6から始まっとったら、ここからと。それから10までいっとるけども、これも、例えば、ここが6ぐらいなんで、1までと、いうふうにしてやると、こんな感じになって、それからさっきの関数も、いや、2番の関数数とか、3番の関数数とか、選べると。そうすると、自動的に、局所最大値、最小値を選ぶし、ゼロクロスでない、あ、ゼロクロスのところ、ここ、ところ、ところで選ばれとって、これから範囲の中の最大値と最小値は、微分がゼロでなくてもちゃんと選んでくれると。例えばこれを10に戻してやると、最大値はこことこことここにあって、最小値はこことここにあるんですけども、ここまで範囲に入っとるので、ここを最小値として選んでくれるということで、グラフも自動的に、任意の関数で、任意の範囲で、局所最大値、局所最小値、全体最大値、全体最小値を、微分がゼロにとらわれることなく、全部求めることができるというのが、たったこんだけのプログラムでできましたということです。はい、終わります。